ーターのあかねです。ルナです。前回に引き続き2人でお送りします。今回は同時配信している毘沙門天さんの二色鍋にちなんでしゃぶしゃぶのトリビアです。二色鍋って？二種類の出汁でお鍋が楽しめるとってもお得なメニューです。美味しそう。クリップを見て皆さんもぜひご賞味ください。私も食べたい。ここで食べられる？ここでは無理です。お店にいてください。今度は持ってきてくださいね。お店でみんなで食べるから価値があるんです。ところでしゃぶしゃぶって漢字で書けるのかな？それは無理じゃない。語源はおしぼり。おしぼり食べたの？しゃぶしゃぶって名付けたのは大阪の末広、1952年のことです。50年以上の歴史があるのね。たらいでおしぼりをすすぐ様子が鍋の中で肉を振るのと似ているし、その時聞こえる水の音がリズミカルで新鮮に響いたってことが始まりみたい。オノマトペなんだ。にゃーにゃーとかワンワンと一緒ね。ひらがななんだね。1955年に末広が商標登録したんだけど、ただしゃぶしゃぶじゃなくて肉のしゃぶしゃぶだったの。それでしゃぶしゃぶはひらがなになって誰でも使えるようになったってわけね。そう、真ん中に煙突状のものがついた専用のお鍋もね。煙突効果で火力が強まるのよね。そっちは後から分かったの。当時は炭を使って七輪で調理してたから不完全燃焼を防ぐのと、炭を足す目的で真ん中に煙突を立てたわけ。日本料理なのよね。そうなんだけど、モンゴルのフビライハーンお付きのお医者さんが考えた羊の肉を薄く切って熱湯に通す料理を北京で作って、それが起源って言われてるの。それを牛肉に変えて末広さんが広めたわけね。惜しい。末広さんは名付け親だけど、最初に料理として出したのは1945年京都の十二段屋っていう料理屋さん。京都なんだ。鳥取出身の軍医さんが戦争で北京に行った時に食べた料理を伝えて、2代目の店主西垣光雲さんが思想家の柳宗悦や陶芸家の河合勘次郎と相談して羊を牛肉に変えて、日本人に合うごまだれを開発して鍋も作って2年かけて売り出したのが始まり。その時はしゃぶしゃぶじゃなかったんだ。牛肉の水炊き。なんか煮込んじゃう感じだね。鳥取では牛肉のすすぎ鍋っていうみたい。ちょっと洗濯っぽいね。ネーミングはともかく料理は評判になって日本全国に広がったわけ。末広の人がおしぼりを見た時にはもう料理はできてたのね。そういうこと。だからおしぼりがたらいに広がる様子が似てるって思ったのよ。おしぼりだからよね。ジャブジャブにならなくてよかった。洗濯からは遠のいたからね。最初は牛肉だけだったんだけど、豚肉や鶏肉でもできるし、フグ、タコ、タイ、ズワイガニなんてのもあります。牛肉が牛しゃぶ、豚肉なら豚しゃぶ、鶏しゃぶにフグしゃぶ、タイしゃぶ、タコしゃぶ、カニしゃぶってなるわけね。タイしゃぶっていうとタイ料理っていう意味にもなるけどね。仏教の国の海鮮料理ね。しゃぶしゃぶはすき焼きと並んで海外でも人気の料理で、英語でもそのまましゃぶしゃぶって呼ばれてます。ヘルシーですね。各地の食材に応じた名物しゃぶしゃぶもあります。北海道はタコしゃぶとラムしゃぶにキンキしゃぶ、名古屋高知の鶏しゃぶ、富山のブリしゃぶ、関西にはタラしゃぶ、九州鹿児島は黒豚しゃぶ。黒豚しゃぶは大分駅のアミプラザでも食べられます。今回は毘沙門天でしょ。先輩がバイトしてるから。夏には冷しゃぶもあったよね。でもこれからはあったかい鍋の季節です。クリップでも毘沙門天のご主人が言ってましたけど、牛肉の場合はしゃぶしゃぶしゃぶって3回ぐらいが目安です。長すぎるとお肉が硬くなっちゃうから気をつけてくださいね。それでは今回はこの辺で。皆さんごきげんよう。